回振れたらありゃしねえこれ。ダメだ、回るには回るけど。ダメだな、こんなんじゃ全く困ったな。これじゃレース行くの間に合わないな。あ、そうだ、親父呼ぶ、親父。なんだよ。なんとかしてよ。何すんのこんな86で。86両レースやるの。何やんの、レーシングカーにすんのこれ。レーシングカーだよ。道具何にもねえじゃねえか。ほらほらほら、お前この工具でお前何をしようっつうのよ。ダメ？バカ野郎、お前こんな工具で何ができんだよお前。あ、そう。ちょっとお前どうすりゃいい。呼べ電話でよお前。電話で何なのこれ。お、電話。年に一度の86選手権に向け本気でマシン作りを始めた青年がいる。だがどうしていいかわからない。そこで心得なるおじさんにマシン作りの基礎からレース出場までを工具の使い方を中心に教わることにした。題してヒラピーアキラの道具箱。今回は基礎編だっす。こんな工具で何しろっつんだよね。だってこれしかないんだもん、しょうがないじゃん。ほらほら、来た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 。あ、ほんと来たよ。なんだこりゃ。こんな山の中でも踏んだな。ほんとだね。まずは移動工具屋さんで質の良い工具を揃えることから始めましょう。そうだよ、アキラ。すごいね。電話一本でこれだけの工具を持ってすぐ来てくれんだよ。びっくりしたよ。本当に電話したら来ちゃったから。完璧だろ、こんだけあれば。何でもできるよ。ラチェットなんかでもスパナにしてもソケットだけでもこんだけの種類があるわけよ、うん、これはもうどうやって使ったらいいか俺のこようと、まあ、適材適所。俺の工具と大違いだよこれじゃ。でお前工具何にも持ってないんだから、うん、とりあえず今日は基本的なとこだけ買え、はいね、さあ今回アキラが買った工具は、はい、まあとりあえずねおじさんはこれだけ、こんだけあればまあ大体の車はね、まあ、通常のメンテナンスができるから大丈夫か。まあこのスパナなんだけども、これはまあどういうとこが便利かっていうと、まあメガネとスパナが両方ついてる、はい、うん、両方これは両方ともメガネ、うん、メガネなんだけども、はい、まあ通常の場合緩めるとき締めるときはメガネを使ってやるんだね、うん、はい、でただそういうところに手が入らないところは、まあ、こっちのスパナを使うという、と、まあ、こっちでやるとボルトが舐めやすい、要するにこっちの方が力かけやすい、舐めにくいと、うん、こっちは舐めやすい、はい、でまあこの場合は足回り関係はまあこれぐらいの長さのものがないとダメなんで、スパナでやってしまったらボルトは必ず舐めるんで、メガネを使うということで、これはコンビじゃなくてメガネメガネを買ったと。なるほど。いうことですね。このボックス、はい、これなんですけど、まあ基本的にはこちらはショートを使うということで、はい、でまあ入らないところ、うん、届きにくいところはこのエキステンションバーで伸ばすと、延長してあげたり、このロングのボックスを使ってあげたりして、はいはいはい、まあ適材適所、うん、それに合う工具を使ってあげると。基本的にはこのショートのやつを使ってあげる、うん、まあとりあえずこれだけあれば、これだけあればまあなんとかなる。通常はなんとかなりますね。レーシングカーができると。レーシングカーレーシングカーにはちょっと足らないようだが作業開始。とりあえずじゃあアキラよ、うん、キャリパー外しにな。キャリパーね、発光感ね、うん、そう違うよお前。え、さっき言ったのがスパナを使っちゃダメだっつうの。ネジ舐めちゃうから。どっちでも回したって一緒でしょ。こっちだよ、まあ、こっちこっちこっち力入りにくいんだから。ボルト舐めちゃうでしょ。なるほど、そういうこと。では続いてキャリパーを外してみよう、はい、これ目こっちね、こっちを目がね、うん、危ないよお前そんなことしたら。なんでなんで、これでもし緩んだらこの指はどこに当たるのよ。ここに当たるよ。ツンって感じですね。ツンチダラーだよ。そうですね。工具っていうのは普通は押して使うんじゃないの、はい、引いて使わないと危ない。引く、緩んだ時にそういうことはっていっちゃうでしょ。下からそう、下からそういう風に緩める。緩まないんだなこれがまた緩まない、緩まない。じゃあ緩まない場合は、うん、まあちょっとでも長い方が緩みやすいから、テコの原理、テコの原理、はい、こっちでちょっとやってボックスで、ボックスで。これもやっぱり下から、これも下からです。引くんですね。ああ、また緩むね、はい、これがだからテコの原理で全然違う、はい、で一回緩んだらもう今度は違うんですね。ラチェットを使う。ラチェットその方が便利。その都度工具はもうポンポン変える、使いやすいもの、ね、これは楽だ。そうそう、これは楽だ。あ、なるほど。これ締める時も楽ですね多分ね。そうですよ。で締める時もこういうもので締めたら、うん、最後に長いこういうスパナ
もしくは眼鏡で最後のトルクをきちっとかけた。これでさあ続いては、はい、このボックスの正しい使い方、はい、長いのと短いの、長いのと短いのね、これ使い分けした方がいい、はい、例えばこういう頭が普通のやつはもうショートで十分と、はい、いう感じですけども、うん、まあロングを使っても別に問題ない、ショートを使っても問題ない、はい、でまあこういうボルトの場合ちょっと出っ張ってますね、ちょっと出っ張ってるボルトがある場合こうショートでいくと、あ、当たっちゃいます、ね、この単体では入るんだけども、うん、ここにラチェットを入れると当たっちゃって使えないと、はい、そういう場合にこうロングを使うという、うん、まあこういう点をよく注意してやらないと、例えばショートを使ってしまったら、ね、頭3分の1しかかかってないのに回しちゃって舐めちゃったとかっていうのありますから、はい、まあ、結構ありがちですよ、ありがちですよ、うん、これはよく考えて、はい、こういうのも頭を使ってないね、工具を使うからね、わかりました、頭使ってないよ、お前ほどじゃないよあ、なるほどね、こいつは使ってみてえなってな具合のツールです。さあ今日のおまけで、はい、便利グッズ 2,3 点ちょっとね紹介したいみたいと思います。どこが便利なんですか。これ便利ですよ、これ内張り剥がし、ほー、みんなこういう内張りとかを剥がすと思うんだけど、うん、俺なんか手でこうベリベリってやっちゃいますけど、でこういうのは基本的にあのプラスチックのピンで止まってる、あ、止まってる、止まってる、で手でやるとかドライバーでやるとそのピンが割れちゃう、よく割れます、よく割れます、はい、ですからそういう場合はこれをこう差し込んでもらってやってもらうとすごく便利、はい、ちょっと実際やってみるよ、うん、そうすると内張りが壊れずにきちんと取れると、綺麗に取れますね、手で無理やりやると今度二度とは内張りがつかなくなってしまう、確かにそうですね、これは便利だ、酒屋さんが使うのか、これ便利です、内張り剥がし、続いては、はい、このドライバー、ただのドライバーですね、これラチェットドライバー、どこなんですか、便利だ、あ、この回るだけ、しかも折れる、あ、すごい、使いやすい、でしかもこれ先が変えられるから、ここに入ってんだね、いっぱいね、はいはいはい、あ、じゃあこれでマイナス2本プラス2本、うんうん、入ってるからこれで1本足りますね、これ1本車に積んどけば、まあ、例えばこうウインカーを外したいとか、はい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 、どこを外したいとかっていうのにすごく便利、うん、これ1本車載でぜひおすすめの一品です。汚いよ、汚いね、いらないんだよ、いや、何すんのよおっさん、素人はこういう風によく落とすんだよ、これ下から潜りゃいいじゃん、そういう時はこれ、何これ、便利な、学校の先生が使うペン、そう、これが便利なのよ、磁力がついてるからね、なるほど、落っこったネジもこれで取れるという、よくつくわ、我々よく使う人間でもネジはよく落としますから、まあこの辺もこれあると便利ですね、必須アイテムです、うん、コンパクトで便利です、はい、磁石どう、分かった、うん、勉強になってすごいね、いろんな工具あって、工具ってのはいろいろ使い方があるから、 そうですね、それをよく分かってやらないとね、うん、こういうね便利なものもあるのよ、何それ、これ便利なんだよ、これはちょっと説明できなかったけどね、はい、こういう便利なものを、はい、次回はもうちょっと掘り下げて、そうですね、工具引き続き、はい、講習です、よろしくお願いします、使い方を皆さんよく見といてください、とりあえず早く車作ってよ、え、いい、俺忙しいからさ、何言ってんの、頼むよ、さもう工具揃ったんだからできるだろじゃあね、頼むよ基本、まあ、はこれくらいにしといて、次号はいよいよマシンを馬乗せしてだいぶ突っ込んだところまで行ってみましょう、やあ、親父んとこわかんないところにあるよな、本当に、どこかな、左に曲がってみよう、よし、お、なんかあるぞ、クラフトはここだ、親父いるかな、さあ、今日もいい天気だよ、まったくもう、しゃ、見つけた、ほら、もう青空だよ、今日はよ、あ、いた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 、どうも、ちょっと約束したじゃない、約束、こだわりのマシンを86に決め、86世界一を目指す青年がエースカー作りを心得たおじさんにヘルプミー、そして工具の使い方を一から教える羽目になったおじさん、題してヒラピーアキラの道具箱第2弾バラシ編。何時来たのよ、何時じゃないよ、こんなすごいとこまで俺来ちゃって、まったく、ちょっとさ、例のほらレーシングカーにするやつ、どれよ、これだよ、これ、これそうだよ、何やんのよ、ちょっとエンジンまた手かけないといけないからさ、エンジン、エンジンここで下ろして、それからまあボディをやろうかなと思って、バカ言ってんじゃないよお前、こんな天気いいからチューニングして、やってられるかよお前、チューニングしてよ、チューニング、わかった、じゃあね、教えてやるからお前自分でやれ、俺を下ろすの、自分で、おじさん家の軒先は青空工場に変身、何はともあれ馬に乗せて作業開始、
っくり話してください。バッテリーってプラスからでいいんだっけ？マイナスからですね。これはですね、フェンダーとかに傷がつかないように一応こうガードをしてね、まあ、こんな本当は汚い車にすることはねえんだけど、なんでそういうこと言うの？まあとりあえずね、クリナボックスポイラジエタフードもここなら TRP のパーツも難しいからな。エンジンフードも屋根のミッションの裏もブラブラブラ。まあとりあえずエンジンを下ろす場合はまず水を抜いてラジエーターを外して配線外してって、その周りからだん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 攻めていく、これがまあコツですね。でもその時に一つだけ注意点、どこに何をついてたかをよく覚えておかないと最後にエンジン積む時に大変困ります。多分アキラは苦労しますよ。忘れんなよ。そしてエンジン下ろしはついに佳境。このエンジンマウントを外すとエンジンが下ります。それでは行ってみます。よっ、いたたたたたた、おっさんちょっと指挟まっちゃったよ、俺なんとかしてよ。いたた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 たいたたた、何よ、指挟まってんだけど。俺忙しいんだよ今よ。何してんのよ。ダメだよこれ、指挟まっちゃうんだよこれ。でこういうの使えばいいじゃん。何それ。これにちゃんと首が折れるやつ。便利工具その1は首振りガチェットってやつかい。だいぶ血出ちゃった、挟まってほら。これお前使い方を考えなきゃダメだよお前。どう違うのこれ。普通こういうのでやるとね、こうやって緩めていくでしょ、うん、とだん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 ボルトにしろナットにしろ外に出てくるわけじゃん、はい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 、とこっち側がもうきつければその分だけもう作業は進まない、うん、でこれを使えばこれはだん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 首を振ってってくれるから。なるほど、スイスイって感じだね。俺だったら手に当たんないでしょ、うん、ここが曲がるんだね。これがミソってやつです。おじさん、これで何これ。これはお前どこの家庭にも1台はある。お前エンジンジャッキじゃないの。これお前んちないの。うちにはないな。はいよ。このままゴミ捨て場へ直行です、このエンジンはね。こんな汚いエンジン使えねえだろ。何言ってんの。ここでひとっ風呂浴びるもよし、そうでない人は続きもどうぞ。あれが来ると4時だ。豆腐屋。いや、あら、なんでこれ、やっちまった。舐めちゃった。やっちまった。舐めちゃったみたい。ダメなんだよな。前だり。おお、びっくりした。なんでいるのまた。親父はどこにでも現れるね。こんなでっかいバン乗っても電話しといたんだ俺。なんだ、どうせこういうねヘナチョコラことやるだろうと思って呼んどいたの。あ、そう。こんなの持ってきて何の役に立つのよ。まあ、まあ、このバイスプライヤーっていうのがこれが使えるんだよ。バイスプライヤー。バイスプライヤー、スロニーは本当にお買い得、シャブマンことバイスプライヤー。こういう舐めちゃったネジとかを外すのにこれがグッと。あ、そう。今もこれ全然メガネもスパナも全然ダメでしょ。どうにもな。舐めちゃってるでしょ。ダメだよこれ。これ加えればいいね。これ加えて、もうちょっと調節がいるんだよね。うん、加えて、うん、でこれで回せば回る。回ってんの本当に。回ってるよ。本当だ。まあ、舐めちゃったボルトもこれがあれば緩められます。あなたもぜひ一つどうぞ。一家に一台。一家に一台、はい、いいよ。何だか忘れねえよこれ。今叩いちゃう。何やってんだよお前。忘れないんだよ。お前大工じゃねえんだから鉄のハンマー使ってどうすんだよお前。鉄と鉄でいいじゃん。こっち使わなきゃダメだお前。何ですか。プレタンハンマー。なプラスチックだよ、こんなんで叩けんの。江戸っ子のあなた、殴れって言っちゃいけるよ。このハンマーは普通のウレタンハンマーとはちょっと違う、まあ、通常のこの大きさのウレタンハンマーだとそう力が伝わりにくいんだけども、実はこの中が空洞になっていて中に砂が入ってるんだね、うん、それでちょうど振り子の力と同じように振った時に砂がこっちへ行って力がうまく伝わるようなそういう式のハンマーになってるから、まあ、ウレタンでも力がきちんと伝わってこういうふうにちゃんと外れるということですね。まあこういうものは
このハンマーのいいところっていうのは、まあ、こういう駅マニみたいにこうかしまっちゃったところもいいんだけども、例えばこのヘッドとブロックをはぐる場合、まあ、これもノックピンなんかでギシギシに入っちゃってるから、それをまあこう叩いてあげてなじましてあげるというのが、うん、まあこのハンマーよく使いますね。ありゃやっべえ、ま、またなんかやっちまったか。お前やっちまったよ。また何した。今度はプラスね、なめっちまったんだな、これ。何それ。タガネ。タガネ、ハンマー、昆虫みたいな名前だね。これでお前これが入るようにすればいいんだろ。ちょっと広げれば。こいつで一思いにやっちゃってください。ちょっと広げましょうかね。でどうよ、減らねえかい。なるべく上からグッと押し付けて。お、回るじゃん。回る。まあだいたいネジの頭っていうのはいろんな種類があるから、うん、ドライバーでもこういう風にね、まあ1,2,3という番号がついてるんだけども、はい、あまり大きいネジにちっちゃいのでやると、まあこういう状況になる。なるほど。っていうことなんで、まあなるべくネジの大きさに合ったドライバーをきちんと使いましょうということですから、ドライバーは一本あればいいってもんじゃないと、はい、いうことだけ皆さんよく覚えておいてください。とりあえず終わったね。どうよ、順調に。え、何ビールなんか飲んじゃっても。やってらんないよお前、飲まなきゃ。飲んでよ。ネジは舐めるわ、緩まねえわ。たまにはこういう仕事もいいでしょ。僕のことやんないんだから。もう久々にやって楽しかったよ。どこが楽しいのよ。でも道具の使い方いい勉強になったでしょ。そうだね、続々とね、なんかあの見たこともないような本がどんどん出てくるんで。それぐらい持ってなきゃダメなんだよ、うん、まあ次はいよいよ、うん、バディナイスバディの車にちょっとね、はい、やってみたいと思います。こいつを生かしたバディにしたいと思います。あ、俺はやんまいよ、こいつがやるんだろうね。なんでどうでもいいけど、お前もう日暮れてんだからとっとと帰れ。ああ、なかなか取れないな、これは。さあ、今日も頑張んでって、早く帰るで、もうこんなの終わらして。閉めるんだよ、もうよ。これ緩んだら終わりだよ。よし、ここに取れたぜ。もう一箇所。何してるの、あんた。わかんないんだよな、レーシングカーの作り方がさ。どうしたらいいのかね。最速のマシンを作りたい86大好き青年が親父のところに泣きついた。親父は工具の使い方も知らない青年相手にしぶしぶレクチャー開始。そんな軒先レーシングカー工房もエンジンを下ろし、ヒラピーアキラのワークバックス。次はいよいよ肝心要のボディ補強。ご用は何で。何ご用でって、もう着々とほらレーシングカー仕様に進んでるからね。今日は何するの。ここの間エンジンを下ろしたから今度はボディやるっておっさん言ったじゃねえよ。ボディやってくれるって。どうやってやるか知ってんの。ボディ補強。そうなんですよ、俺の職業じゃないの。知らないって言った。うん、ボディ補強するにはとりあえずこれ全部バラさなきゃダメなんだよ。なんでいいじゃん、このまま配線外して全部取らなきゃいけないの。ここまでそうしないとボディ補強できないから。レーシングカーなんない。やれ、自分で。冷たい言い方ね。一緒にやろう。自分でやれ。親父曰く、先のことも考えず車をバラすのは素人でもできる。よって張り切るアキラ。親の血を引く。よし。よっ。よっしょ。何？ああもう。ああもうよしなよ。ああ。もうちょっと大事に扱ってよ。何をよ。危ないよお前。なんで。ハンドルってお前かしまって止まってんだろ。そのままガンって引いたらそのまま顔面パーンチだよ。バーンって感じ。ハンドルバーンって。じゃあどうすんの。ナットを少しかけとくの、こうやって。はあ、なるほど、ね、それでガタ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 ってやればそこで緩むじゃん。おお、そう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 。今のナットなかった、そのままバーン。開いたと開いたとって感じ。開いたと開いたわ。ついにマシン作りの中でも最もつらい作業、アンダーコート剥がしの番。室内中に貼ってあるこの防音コートの総重量は実に25キロにも及び、レースカー作りには欠かせない作業だ。
そして見知らぬ顔が作業してると思えばやっぱりガラス屋さん。小1時間もあればフロントとサイドを外してくれる。これやっちゃったらもう後に引けねえぞ。よし、大丈夫。はい、大丈夫。バブルズ平岡、外れたよガラス。バカ野郎、お前何にもやってねえじゃねえか。お前やったよ、ちゃんとほら今外したじゃん。これガラスはね、素人がやると危ないから、きちんとプロに頼まなきゃいけないんだよ。プロに。素人がやると大体割っちゃうんだよ。そうですね、プロに任した方がいいよ。これガラスを外すとかっていうのは控えてらっしゃるでしょ。プロのお兄さん、しっかりやってよ。ところで誰？僕の友達の青木くん。青木くん、そう、青木くん焼けてるね、随分。そして全バラじゃないけど、とりあえず補強しちゃいましょう。さあ、いよいよ、はい、溶接ボディ補強、はい、そのよりレーシングタイヤがグリップのいいタイヤで走っていくとシャーシの方に歪みが来てしまうから、それを、まあ、きちんとしてあげる。で、まあポイント的に言うと、フロントタイヤとリアタイヤの間だけをきちんと補強してあげれば、まあ車の方はどうにかなっていくと。なるほどね。必然的にこういう口の大きい窓みたいなところ、はい、こういうところが一番ねじれが、まあ、発生しやすい。で、まあこれがスポット、純正のスポットが入ってるんだけども、こういうところの間を全部足してってあげる。これがまあ基本ですね。この横方向に走ってる柱、うん、まあ、この周辺をもう特に重点的にやらないといけない。これをきちんとしてあげることによって、フロアのこのねじれを抑えることができるから、このメインフレー フレーム、これが一番まあ重要になります、はい、このフレーム自体が、まあ、走ってるとこういう風に実際触れてきちゃうんだよ、上下にね。上下に、まあ、もちろん左右にこういう風に開いてきたりもするんで、このフレームをできるだけしっかりしてあげたいっていうので、バックパネルと、まあ、この辺の部分をしっかりしてあげるっていうのが一つのポイントです、はい、ストラットに関して言うと、この車の場合、まあ、3分割になってるわけですね。ここで1枚のパネル、ここで1枚のパネルで、まあ、両サイドがついてるっていうことなんですけども、基本的にはこのフレームに対してこれをまずしっかり止めてあげる。ですからここの部分とここの部分からこのパネルに対してアッパーをきちんと止めてあげるっていうので、まあ、ここの部分の、まあ、強度アップ、はい、これをやることが一番ですね。何やってんの？ほらほら、スポーツマシンのに塗装を落とさなきゃいけないからさ。よく知ってるじゃん。うん、当たり前だよ。塗料があると溶接乗らないっていうのは知ってた。そうそう。じゃあこれ使えば。何それ、危ないな。それ細いベルトが超便利、鉄から何から何でも OK。 ほらやもう危ないよ。一発で色離れるでしょ。何こんなん。でもだって普通の人持ってないっつうの。こんなの持ってなきゃ買いなさいよ。これぐらい簡単に言うけどさ、エアツールってさ、便利なんだから。これだけじゃ動かないんだよね。大丈夫だよお前、大工センター行けばこういうコンプレッサー売ってんの。これまたもうプロ用じゃなくたっていいんだよ。コンパクト2万円ぐらいで売ってんだから。あ、そう。ダメだよお前、目にゴミ入るよ、はい。エアーや電動ツールを使うときはこれがないと本当にやばい。これ使わないと。これ使えば。それ使って、まああと一周頑張って。どうしたのおじさん。ねえ、どうしたの。ねえ、おじさん。しかしよお前、なんで俺がこの汚いエンジン送んなきゃいけないんだよ。ビデオオプションお前自分で送れよバカ野郎。ったくアキラもオプションもったくもうどうしようもないよな。なんで止まっちゃったんだろうなこれな。いやー参った参ったこれ。おっさんさん、買ってきたよエンジン。ほら見てよこの5バルブのエンジン。これ何ですね。いや86に積むエンジンじゃないの。川崎書いたから買ってきたんだもん。川崎自動車紹介で買ってきたのこれ。そうだよ。いくらしたこれ。2000バーツ2000バーツなかなかいい値段だね。まあじゃあとりあえずこのエンジンの、ヘッドとブロック、まあこれだけを使って、エンジン作ってみましょう。それしか使わない。あともいらない。ゴミダメ、うん、日本一の86を作ろうとアキラが親父に頼って早半年。ボディ補強も終わり、いよいよ肝心要のエンジンチューン。アップグレード5バルブ 4AG はどう作る。ヒラピーアキラのワークボックスエンジン編。給排気が抜群の5バルブヘッドが欲しければ解体作業だよ。アキラ、何？オイルフィルターの外し方知ってる？オイルレンチがあるぜ。バカ野郎お前、そんなもん使えるかよ、うん、あーそれ使うんだよ。何やってんのよ。何がよ。
こういうフィルター、これフィルターレンジっつうのはこれ新しい。アップルでしょ。まあ素人はですね、よくこういう風にやって、あの部品使えなくしちゃうんですね。いい線形。はい、おっさん、車のネジってのは大体緩まないネジ多すぎるよね。力よりこのドライバー使える。あ、これインパクトドライバーね。インパクトドライバー。これはもう簡単ですからね。ただ普通に入れてきつく押さえて3発ぐらいいけばもうこれで緩む。こんな車に使っちゃっていいの、エンジンに。これ大丈夫。ここはもう使わないと絶対緩まないから。まあ、手でやってもこれぐらいの力で回りますから、まあ、ハンマーで当然叩いてあげればそれだけのトルクが伝わって、まあ、舐めないように。そしてトヨタエンジンに使う最高のパーツ調達にはやっぱここじゃなきゃ。86のエンジンの、部品管理をしてくれてます、TRD の倉庫に来てます。すごいですね、この宝の山。そしてここにいらっしゃるのはこの倉庫の管理をしてくれてる矢崎さんですね。あの矢崎さんがこの部品を一生懸命僕のために集めてくれたんですけど、5バルブの、まあ、グループ A 仕様に近いエンジンになるということなんですけども。そうです。いかほど、まあ、これが A101 で使ってたグループ A のエンジンパーツです。何年前ぐらいでしょう。全部経ちますね。あ、こんだけ探すのも大変でしたから。よくありましたね。ピストンですね、はい、これな、何が違うんですか。これこれは材質、こう材質単造って言って、はい、こう身が詰まってるピストンです。ノーマルとはそのじゃあ強度が違うんですね。強度が違います、はいはいはい、高回転にも耐えられるし。なるほど。圧縮比も上がるように、まあ、なんだって1万回転回しますからね。このぐらいのものないとダメですね。タイミングベルトのプーリーですね、これ、はい、これはバルブタイミングを簡単に変更できるように、はい、これとこれが別体になってます。ここが動くようになって、中がこう動くようになってるんですね、はい、これはね。ノーマルは動かないですよね。固定ですね。もうこれ単体ですよね、はい、さて問題のカム、これは何が違います、ノーマルと。グループ A のカムでまずリフト量、あと作用角、はい、バルブの空いてる山ですね、時間が長い、バルブの空くリフト量も高い、はい、ね、この部品で5バルブのグループ A 仕様のエンジンを86に乗せたいと思います。では伝票にサインください。何ですかこれ。あー、もうほら、おさおさ、お来たよ部品。どれよ。買ってきたよ。ほらもう宝の山だって。あそこはどこで買ってきたのよ。リアルティ。この名前で買ってきただろう、お前。いや知らないよ俺。電流来てんだうちにはよ。何これ違うんじゃん、なんか違うやつでしょ。開けたことやりやがっておめえ。何やめたやつでしょこいつ。人の名前で買ってきたんだよ部品は。あ、お前本当にこんな買ってきちゃったの。まあね。まあねじゃないよお前。これ一個いくらするか知ってんの。うん、大したことないんです。銀座5回はいけるよこれで。そうですか。それぐらい高いんだよこれ。まあいいじゃないですか。もう究極の86ですから。まあとりあえずこれだけ部品があるっていうことは、はい、コンピューターはモーテックを使って制御させる。モーテック使っちゃうんですかね。モーテックです。もうこれですからね、はい、スペシャルパーツもいいが、果たしてアキラはシステ払いで払えるのか。さあいよいよ心臓部。寒いね。加工出すよ。加工。何加工って。ヘッド面検して圧縮比を変えて、まああとこの燃焼室をちょっと加工してデトネーションを抑えるだとかっていう、まあそういう加工をする。でギリギリまでちょっと圧縮上げてみるから。バリバリに壊れない。大丈夫。加工といえば大丈夫よ。加工といえば透明。あとこれ純蔵さんにやってもらおう。幻の職人の。それの勝手なお願いを聞いてくれたのはなんとこの方。このヘッドはいい方ですか。ええ、歪みもなく、ヘッドはいい。ヘッドいいってよかったね。やっちまっても大丈夫ってこと。あれもう選ぶ人が持ち返しがいいからやっぱりな。デレデレデレってやってるよ。やばいんだ本当に。カメラさん邪魔だよほら。まあそれぐらいしかやるんだ。邪魔邪魔。こんな暮れの忙しい時にさ、お、なんか綺麗に仕上がってるよさ。完成よ。完成？もうおしまい？ヘッドメイン。もう終わっちゃったの？ヘッドメイン終了。はい。はい、できました。あ、完成です。ほら。なんかありがとうございます。見てくださいこの。これすごいな、綺麗だな、もう。上がりを。もったいないのこれ。なんか床の間に飾っときといいぐらいだねそうしよう、床の間に飾っとこう。じゃ冗談だよそれで。終わろう。冗談だってたまにはこのコーナーの本題やろうか。なんだっけ本題。本題、正しい工具の使い方。素晴らしい86の作り方じゃなくて。違うよお前、レーシングエンジン作るとか車作るとかっていうのはもうそれ違うとこなんだから。基本的に車っていうのはこういう
角ボルト、ナット、締め付けトルクってのは書いてないよ。基本的には決まってるの。締めすぎてもいけないし、緩く締めてもいけないというのがありますから、まあ、こういうものを参考にしながらきちんとトルクを管理して締めていくっていうのは、これが一番重要なんです。で、基本的なトルクレンチの使い方、まあ、このトルクレンチの場合ですね、1キロから10キロまでの間のトルクを管理できるというやつですね。で、まあ、どうやって使うかというと、ここのレバーを下に引きながら回していく。そうすることによってトルクがどんどん増えてきます。6キロ、本当に6キロかよ、うん、6キロ。ダメ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 、なになになに、こういうものを締めるときは真ん中から外側に締めていかなきゃいけないの、うん、じゃあここ真ん中締めたらこっち、うん、ここ締めたらここ、はい、ここが回ったらこっち、うん、っていう順番でやったのよ。ここから締めていけばいいね。6キロ、ただいきなり6キロで締めちゃいけない。何よ、全くもう回りくどい人だね。もうね、こういうのは難しいんだよ。最初から言ってよ。もうさっき手でこう、最初1回目手で締めたろ、こうやって締めた締めた、次軽く締めたでしょ、うん、でいきなり6キロで締めて、ここ6キロで締めても、ここはこう今ほとんどかかってないけど、テンション。まあ確かに。だからこれ最初に3キロぐらい、だいたい半分ぐらいの容量、だいたい2回から3回に分けて締めていくのが一番理想的な形。うん、だとりあえず3キロ。そこからスタートしましょう。このカチンカチンがなぜか気持ちいいんだな。これで基本的には。お、入ってるよ。もう。ピストン入ってる。これがね、パワーの源だから。そう、大事なね、大事だよ、ここが一番大事だよ、究極の86。そう、それにしても助っ人来ないね。助っ人ね、ハガキで応募してる、みんな来てくれないと困っちゃうよ。そしてピカピカに磨いたヘッドに高回転でも確実な給排気をさせるスペシャルバルブとスプリングを組んで、いよいよシリンダーと合体。珍しく真面目な顔をしているアキラにヒラピーも寂しそう。よし、できたよ、さあ終了。何が終了だよ、ベンチベンチ。ちゃんとお前クリアランス取ってくれる。何この扇、バルブクリアランス、扇みたいな、何これ。シックネスゲージっていう道具で全部このリフターとカムの間の隙間を全部測ってください。なんかアメリカの CBS のマークだね、これね。全部ね、これこれカラーだったらもういいかもしれない。いくらいい部品を使っても調整がちゃんとできてないとパワー半減だぞ。随分広いね、うん、あ、バラバラですね。オリンピック選手みたいに。うん、これシム調整必要ですから、はい、もう一回バラして中のシム全部やり直し、数字バラバラだから。もしかしてこれ全部合わせるんですか。そう、もう一回バラしてね。またバラすの。そして1週間後。何嬉しそうな顔してんだお前よ。いやー、念願のねスペシャルエンジンが出来上がったんで。できたよお前、素晴らしいですね。もう俺はね、もうこれ嬉しくないよ。なんで。これから解放されると思う。何言ってんの、まだダメだよ。車が死にたくなったら火入れよ、火。まぞまぞ、まあ、とりあえずね、かかるかな、かかんないかな、バンと、はい、かかるよ、はい。さあ、関目旬、はい、それじゃあかけてみたい。スタートボタンを押してください。それ で, それです、ね、待って待って、分かったよ。あと回転にします。素晴らしいですね、1300回転。さあ、いよいよセッティング。各回転数で一定の負荷をかけ、一番パワーが出る年長を探し、モーテックに記憶させるのだ。これを500回転おきに1万回転までやるから結構大変なんだよな。その下は4000の下、この頃ってマックスパワー何回転じゃんの。8500ぐらい。いや、もっと上だ。さあ、できました、はい、完成です。もうまあね、モーテックのコンピューター使って燃料もタイミングも全部合わせたから、はい、とりあえずすごいですね皆さん、このパワー8000回転217馬力、ですもうバッチリでしょ。あとはまあ車乗せるだけ、おっさんもやればできんだね。もうあとは車乗せれば、まあ、でもモーテックのコンピューターがいいからってのもあるけどね。もうこれで俺は解放されると思うともう嬉しいよ。何言ってんのよ。あとは乗せるだけですか、ね、これ車に乗せなきゃダメだよ。あ、乗せれば俺だから。じゃあそれでちゃんとテストも行かなきゃいけない。というわけで217馬力、 OK です。あれですか。あれよ、行ったの。いや、まだ朝9時だからさ。あ、でもそ日の出より
で営業って書いてあるな。そうですね、やってんじゃないか。これ15分ぐらいあれ行けるべ。行けるでしょ。あ、じゃあとりあえずそっち行く。そっち王じゃねえだろっつって俺車できたんだから。できたのかよこれ。やってからもう出来上がってるじゃん。全然できてねえじゃんお前。見てよこのかっこいいクスコのこのアーム類。アーム類こんなのつけてかっこいいし、これ色がいいんよね。これ何のためにつけてるか分かってる。かっこいいからダメだね。かっこいいからつてるもの。古いが魅力いっぱいの86、強いては最速のストリート86を作ろうとアキラが大奮闘。速い車の条件は良いエンジン、良いサスペンション、そして良いタイヤ。キラピーアキラのワークボックス、今回は足回り編。だってこれ何がいいか分かってんの？軽くて丈夫。丈夫そんだけ。そんだけダメだな。これはもう常に全部ピボットが全部ピロボールになって、うん、でノーマルだとまあこんなような板金物のやつに普通のブッシュ、ゴムブッシュ、ゴムブッシュと、まあ、ボールジョイントがついてて、はいはいはい、まあ、基本的にはガタガタ動いてしまうというものをピロボールにすることによってビシッとしっかりしてくる、しっかりさせると。だから、フレームからタイヤまでのダイレクト感をこれで出すという形ですね。ですからセッティングに関しても速くなる。これネジ山切ったらけど、これ調整できるんですか？これは調整できますね。まあ、キャスター、トーイン、全部キャンバーも調整できますね、これでね。便利グッズじゃないですか。便利グッズですね。これでフロントのアライメントはこれがあればバッチリですね。バッチリ取れるということです、ね、リアもお前こんな風にしちゃってなんでいい、盗聴リンクになってるじゃないのよ、うん、なんかやっぱ長さ一緒にしないとね。意味わかってんの？よくわかんない。意味わかってないのまあ盗聴リンクにすることによってリアの足回りの動きっていうのが上下に綺麗に動く、はい、だからアライメント変化が少なくて済むようにこれで設定されるという状況になってくるから、まあこれでフロント同様リアもよりダイレクトな足回りっていう感じになりますね、うん、もったいないなちょっとな。モテギダートオーバルにはやっぱり天才的に走りにやっぱこういうもんが必要なんだな。てところは変わって長野、アキラはスペシャルショップを作るべく標高日本一のショップに何やらお願い事。ここか。あれ？長野は日本随一の教育圏。みんな真面目な人ばかりなので頼れるかも。はい、林工場長、はい、まず何をしなきゃいけないんですかね。とりあえずこのキングピンだけ、はい、使わなきゃいけないから、あとのものは全部取り払ってですね、はい、うちのオリジナルのこういうショップ入れると、ショップとか部品を取り付けて、はい、製品にすること。再加工、再加工をするってことですね。そうですね、はい、かっこいいでしょ。忙しいのにお邪魔虫状態でいよいよ加工作業開始。皆さん一家に一台どうですか。かっこいいでしょ。削り出しですよ全部。アキラの理想は K-OFF の人気商品エアフォルクの86番なのだが、なんせ過去に存在しない商品設定。映像じゃ簡単に見えるが実際は試行錯誤の繰り返し。ブレーキも職業上のこだわりかブレンボー設定、そしてバネとダンパーレートは追って実走行テストで決定するつもりだ。それでいいじゃん、いいじゃん。OK、できた。とりあえず、まあ、仮組ですけどもこんな感じでできますね、うん、そうですね。まあ、あとはまあかっこよくメッキでもしてもらって、うん、今回はあの24金メッキでいきたいと思うんですけどどうでしょう。いいですよ。わかりました、お願いします。1週間後アキラの元に届いたのがこのゴールドアルマイトで変身したヘナチョコスペシャル。なんとケイオフ北新がみんなのために受注生産してくれるらしいぞ。というわけで今回はなここまで。な、何言ってる。もうちょっとやろうよ。朝からここでやってんだからもう。何言ってんだよお前。今回はもうとりあえずこれで終わり。ここまで作ったんだから。まあ、次回はですね、いよいよもうちょっとやろう。読者とチューナー、これの助っ人が登場です。何ですかそれは。俺時間ないから。なんで。いや日の出からもう上がっちゃったからさ、行ってくるから。そんなに予約してんの。もう時間ないからさ。しょうがないですね、ただのスケベラジですよ全く。もう塗装できたっつったって思う。次次これからエンジン乗せなきゃいけないじゃないか。そうだ、エンジン乗っけてよ、頼むよ。じゃあよ、エンジンはヤシチどこ持ってもヤシチ。ヤシチって鈴鹿じゃないの。鈴鹿鈴鹿行けないよ、まあ、そんなとこ。名チューナーだからよ。ダメだよ。もっと近いとこにして。誰も持っていない自分だけのマシンを作りたくてヒラピーの門前にアキラが登場して早1年。数々のヘマをやらかしながらもマシンはようやく最後の大詰め、パーツの組み付け。いよいよ助っ人も登場して86は走り出すのだろうか。
ヒラピー・アキラのワークボックス最終章組み立て編、動くっかな。ここだ、止まれお前。ヤジ、まったく何やってんの、もうハンドル取れちゃったか、ぶつかっちゃうよ、もうハンドル取れちゃったんだよ、お前、ついたよ、ついた、どこについたのよ、ここ、ここ、ここ何これ、何Bレーシング、あ、さっき映ったやつ、そうそうそう、もうここでやるから、あ、まったく、ダメだよ、もう誰、どうしたの、今井ちゃん、今井ちゃんね、どうしたの、あ、光線、え、なんか出たの、今井ちゃん、ビデオ見てんだから、もうこっからの内容わかるでしょ、何をやるかは、もしかして、の、アキラの、当然ですよ、まあ、あとここにちゃんと工具も用意したしもうね、あとはエンジン も作ってあるし、ボディもこれ塗装上がったから、あとはもう組み付けるだけ、乗せるだけ、そんな大変な、簡単簡単、大丈夫大丈夫、もう今回は助っ人も呼んであるから、ちゃんと、本当に一般読者、こんにちは、山本です。仕事は課題が、愛車 S14 はドリフト仕様のコテコテ読者、大丈夫だ、ちゃんとしたメカニックだから、そう、このマークを見ろ、このマーク、なんだかわかるか、東京電力てなわけで、アキラにとっちゃ心強い助っ人たちだが、今井ちゃんにとっては降って湧いた3人、このまま後ろに行くでしょ、ほら全然ダメだよ、 SB 当たっちゃうよ、これ使わないよ、うん、使わないよ、これ101のエンジンだから、うん、86はデスビがここについてたから、これにいたよね、101はここにいるから当然、うん、切って使わない、この辺だからね、うん、当たるのがね、うん、これにちょっとワンパンくれましょう、うん、そんな時のためのナックツール、ご覧の通り、ここちょ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 、待って待って待って、違うって、なんでよ、もっとソフトに行こうよ、ソフトに、あーえ、何やってんの、大丈夫だよ、これ GT じゃねえんだから、バルベット加工したって別に平気だよ、ダメだな、レギュレーションないんだから、あるあるある、街乗りにはレギュレーションないですから、あり、ほい、ハンマー、うらうりゃうりゃ、わあ、いおいおい、この野郎、おめえなんつうことすんだよ、なんつうことすんだよ、マックツールの使い方違うよ、だってマックツール、マックツールって書いてあるじゃん、使い方違う、なんつう使い方してんだよ、ちょっとこれ早く乗っけないとダメだよ、隙を見せるとすぐ自分流のやり方をご披露するアキラ、荒くれ作業も交えながら次々とパーツを組み付けていくのでした、スライディングハンマーと言いまして、ドライブシャフトを抜くときにしっかり締め込みます、そしてですね、これをスライドさせます、で、このドライブシャフトをいきます、デフ交換にはあると便利、しかも妙に楽しいです、おじさん、見てよこれ、何これ、素晴らしいでしょ、お前この車をこの要はビデオを見て、みんな真似して車作ってんだから、うん、一部指示俺全部きちんと説明してあげないとダメなんだよ、読者の皆さんに、ポン説明してあげて、ポンプ、どれがよ、吸って吐いて吸って吐いて、どれがよ、ポンプ、全然分かってないね、もう理解してないこのシステム自体を、まあ、一応簡単に説明しますとですね、この下にまず燃料タンクが入ってます、でその燃料タンクの中にインタンクポンプが一つ入っていて、これをまず、タンクから吸い上げた燃料をまずこのコレクタータンク、これに溜めます、常にここに燃料がですから溜まってます、でここに溜めることによってそのコーナリング中偏ったりガソリンが減っちゃった時でもエンジンがばらつかない、要は燃料がきちんとくるようなレイアウトにこれはなってます、でこのコレクタータンクから、フュエルフィルター、ここでカスを取ってポンプを回してエンジンに行くと、でここはまあこれはもうボッシュの高圧ポンプですから、かなり燃圧は高くなります、でなぜ高いかっていうとエンジン側が5キロの燃圧で動くような設定になってますから、ノーマルのポンプ関係ではちょっと燃圧が足りない、当然流量も足りなくなるんで、まあこういう形のものをつけてる、そういうことですから、チューニングカーみたいじゃないですか、これはもうレーシングカーだよ、かっこいいでしょ、バッテリーだってもういいバッテリーついてるし、さっきも言ったじゃないお前、このビデオを見てみんな真似して作ってんだから全部説明してあげないと、後ろのポンプ周り、これエンジン、タコ足、バッテリー、ラジエーター、オイルクーラー見て、これがすごいんだ、これホミラトヨタのこのオイルタンク、これ水筒、水筒、まあということでですねこいつはまたまた何にも分かっておりませんということで一応説明をしたいと思います、とりあえずこのエンジンはドライサンプ仕様、グループ A 仕様になってますから、オイルパンがないです、オイルパンがないために、まあ、ここに別端で
オイルタンクをつけてオイルの容量をここで稼ぐ。でここで溜まってるオイルをそこにあるオイルポンプでエンジンの中に供給して油圧を確保する、うん、これがシステムですね。システム、システムで一応エンジンがですね、なんとこれリジットになってるんですね。リジットマウントが、もうこれエンジン動かない、動かないと、動かないです。なんでですか。これはね、心地よい振動がビーってくるように作ったただ単にマウントがめんどくさかったと。だからこれが一番速いと。いやいや、こうすることによってエンジンが動かないということは、その車自体の荷重移動がないから足回りがリニアになる、リニアになる、よりダイレクトに伝わるためにこれをリジットにした、うん、だけど本当ですか。リジットにすることによっていろんなところネジが緩んだり割れてきたり、微振動がブルルルルってくるからね。それが大変なんですよ、この方が。でね、もう一つね、重要なポイントがあります。例えばこう見えますか、この字オール未固定って書いてありますね。よくこういうふうに車を全部バラしてしまって、まあ仮組仮組仮組っていう形で組んでしまうとネジを締め忘れ、そういうのがありますからね。まあこういうふうに書いとけば、あ、この部分は何にも締まってないんだなっていうのが分かりますから、まあこれで走り始めた時でも、あ、足が取れちゃったとかそういうことがなくなりますから、まあこの辺も重要ですよ。リアはね、今井ちゃんスペシャルがついてるんですよ。リアは今井ちゃんスペシャル、今井ちゃんスペシャル、今井ちゃんスペシャル。止まるか止まらないか分からない、まっすぐだけはとりあえず走る。ああ、なるほどね、ちょっと色褪せてるような気がするんだけど、これ今井ちゃんが使い込んじゃってるんですよ。ちょっと今井ちゃんが使い込んだものを使ってる、使ってるんです。これでもどう見ても日産って書いてあるから、これ日産、これ GTR かなんかのキャリパーじゃないの。日産ディーゼルだからUD? UD ですよ、 UD もうこれ32の GTR です。メルセデスに吸収されちゃったからもう今度ベンツのマークが入るの、これに。ここにね、ええ、でこの足回りに合わせて使うタイヤホイールがエイズ、エイズ、いやエイズ、エイズはまずいでしょ。レイズ、レイズですよ、レイズ。僕もレースで使ってます。あ、これ T37 っていうね、ええ、今流行りの単造の軽量ホイール、ええ、そして使うタイヤはアドバン、アバドンアボガドじゃないんだからアバドンネオバ、アドバン、そうネオバですね。ネオバ、このパターン、このタイヤ好きなんですよ。妙高なちっこいサイズあったじゃんこれね。えあのメーター歩いたらもう全部このメーター一つで済みますから、もうこのシンプルイズベストでこれでもう OK です。おくしそうさ、どこ行くの。えどういう、これからまあうちの部品庫よ。部品庫、部品庫行くんだよ。どこまで行くんだよ。うちの流通センター TRD じゃないだろう、ね、違うよお前、レーシングカー作るにはちょっとそこ行かないとね、始まんないのよ。ほんと、まあ、いいとこよ。疲れてきたよ、もう。というわけでやってきたのは、在庫豊富で何でも揃い、どこの町にも一軒はあるヒラピーの倉庫。なぜか欲しいものが次から次へと、ついつい予定外のものまで必要になってしまう楽しいところだ。アキラも靴積みの色を選んでいて、なかなか本題のパーツにたどり着かない。ありそうでなさそうだ。あ、これもこれも近い。何だ。ヒラピー曰く、手作りマシンには愛着のあるパーツが選びどころだと。こんなんで行きましたけど、先生何点それ、うん、マイナス5点。あ、一応ですね、この下回り見ていただいて、これがエキゾスト、本当であれば後ろに行くんだけど、なぜか横に出てるんですね。横にね、これはなかなか血ばらきっぽいですね。とりあえずあるパーツは全て取り付け完了。いよいよ各部のチェックだす。でも今ここに今問題が起きる。何よ。ねえ、なんかガソリン入れてるそばから下から持ってるってことない？うん、何？いや、そこ扇風機あるからさ、余計に読んじゃう。ガソリン持ってんの？でもさ、ボンネットの上がり自体が起きちゃってるんだ。行きます。これも弱いみたい。あ、ダメダメダメ。あ、なんで？なんで？なんでこんなとこアースしてんの？わかんねえ。手作り配線にはよくあることです。回します。はい、おいおい、上がってきたよ。来た、オッケー。じゃあ火入れてみる。入れてみましょう。あ、ポンプ回していい、うん、はい、で燃料漏れはオッケーですよね。うん、こっちは見てます。
燃料 OK です。こっちは燃料 OK ですよ。クビタ触ってるよね。いいよ、いい、回します。いいよ。ダメだ、来てないね。いいですよ。どうも配線間違いでインジェクターがトンチンカンに動いてたみたい。アースがね、はバッテリー、バッテリーアースで取れてるんですよ、マイナスで、うん、2番です。2 3です。 4です。プラグは、はい、入ってる。 OK、 来てないよね。来た、来る。アクセル入れて来る、来い。やっとかかったよ、手作りエンジン。アキラはもう喜んでるが、ヒラピーの顔はまだ真剣。エンジンスタート直後の冷却水循環が OK ならば、さあ出来上がり。いや、高かったな。いい感じじゃない。いいじゃない。かかったじゃんね。ねえ、もしかするとこれ走るよ。嬉しそうな顔、この二人。こんな顔は一年に一度だよ、こんな涙目。ね、レースは仕事でしてるけど、うん、こういうのってほら、自分の本当にやりたいことの一環でやってるでしょ。だから喜びもしてほしいようですよね。ついにできたよ。動いちゃったよ。まあということでですね、この企画ももう1年ちょい、はい、まあ約393日間頑張りましたけども、こそ1日、こそ1日だったんですか。たった1日からもう1年以上かかってやっと出来上がりました。もう86企画はこれで一旦終わり、終了、一旦これで終了です。終了ですか、はい、そして、はい、今度はせっかく作った車なんだから、うん、まあ、最高速あり、04あり、峠あり、ドリフトあり、あと大黒ありみたいな感じで、ちょっとね、ビシバシバシッと新企画で、新企画、新コーナーがこれから始まりますんで、乞うご期待。まだまだこれからですよ、この苦しみを。何言ってんだ、涙目のアキラが。涙目、もうエンジンかかったよってめめーみたいな。まだまだ泣かしてやりますよ、この親父二人を。